はいどうもこんにちは、サランピ TT です。ということでね、今日はねサブチャンネルでまあやっていきたいことがあるんですよね。土もちさん、はーい、はーい、ヘップ5行ってきました。そんな癖強かったっけ、喋り方。はい、ということでね、土もちがヘップ5に行ってきたと。ちょっとだけでしょ、はい、そんななんか滞在したわけじゃないんでしょ、多分丸2日はいた。住んだってことね。住んだ、ちょっとだけ住んだ、住んだか。その方言みたいになっていいんだけども、とりあえずそのヘップ5について一回おさらいするわ。はいはい、ということでヘップ 5×20 のサイトに到着しました。お疲れ様です。はい、お疲れ様です、ありがとうございます。ということでこちらですね、 20×ヘップ5ということで、これスペシャルキャンペーンですね。楽なのか、今の2021年4月5日から。楽じゃなかったら面白くないな。5月5日、子供の日までですね。絶対子供、うん、そうですね、子供の日までなんで、まあこちらですね、これイベントパネル展、特大新曲の特大の新曲ジャケット写真やメンバーソロカットのパネルの展示、これありました？ソロカットのパネルは見てないです。あ、なるほど、普通のは撮ったってことね。特大展示パネルみたいなやつは入り口にあったので撮りました。ありがとうございます。その写真がこちらです。はい、いうこと？そうです。いや、出てるんでしょうね。これで恥ずかしくて、これね、今映ってないです僕は。うん、もちろん。あ、なるほどね、恥ずかしがり屋さんだもんね、お前。いや、さすがにもきついでしょ、がり屋さんの土持ち。誰でもきついよ、恥ずかしがり屋さんの土持ちって言われてるでしょ、多分。言われてないですよ、そんなことは。で、次、ラッピング観覧車ですね。これはニコニコしながら乗ったんですか？これは乗ってる人を見てました。一番気持ち悪いじゃん、ニコニコしながら。一番気持ち悪い人と、一番気持ち悪い、もっと気持ち悪い、ニコニコしながらだったら、まあ、とりあえず、はい、ラッピング観覧車ということで、20台限定でね、20だけに、20が観覧車、ジャックと観覧車に乗って20の新曲を聴こうということで、この写真はないですかね、さすがに。その写真はないです。すいません、これはまあツイッターとかに、ね、結構みんな、ね、いた方が載せてるのですよ、ぜひ調べてください。ということで次ですよ、プレゼント、その場でもらえるプレゼント、これオリジナルコースターがもらえると。で、これを後で見ていくということですか、はい、これどっちもらったんですか、この第1弾か第2弾どっちもらったんですか。第2弾九州のやつ。第2弾、あ、ソロデザインの方ですね。そう、じゃあ後でこれ見せてくださいということで、で最後にね、この応募で当たるってことで、3000円以上買うとまあなんか当たるよってやつがあるね、まあ、とりあえずそのコースターをね今日は見ていくっていう動画やろ。おい、あ、だからそれ見ていく前に、そろそろポテ髪切れよって思う方、チャンネル登録高評価よろしくお願いします。お願いします。切ります。ブーン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 。じゃあちょっと見せてください。じゃあこっちにズームあるので、こっちちょっと見ながらになっちゃうんですけども、まあカメラ優先でいいよ全然。はい、この2つを、はい、2つ、なるほどね、もらいました。なんか2個買ったんで。それな、おいくらですか、それおいくらですか、それは。これ4500円と6000円ぐらいですね。なんでちょっと高いの片方、高いし、どっちも服を買って、どっちも高い服を買って普通に、まあ、2000円以上買い上げで1個もらえるんですけど、うんうん、2000円ごとに1個かと思ったら、ならもっと突き抜けてくんない？いや、普通に、ね、あ、ガチの話だからボケてないよ俺今一回も。え、ちょっと待って、これ何？あ、一回あ、なんか買ったんや。2000円の2000円以上買い物すると1個もらえて、うんうん、はいはいはい。で、普通に4500円の服と6000円ぐらいのズボンを買いましたっていう話です、はい、なるほど、そうです。で、2000円ごとにもらえるのかと思いきや、2000円以上だったらもう変わらず1枚しかもらえなかったので、もうちょっと安いの買えばよかったなって思ってます。土持ちです、よろしくお願いします。ということで、ちょっと全然楽で聞こえてなかったんですけど、まあなんか高いの買っちゃったよってことですね、多分。あ、ごめん、さっきからマジで普通に勘違いしてたわ、はい、これその場でもらえると思ったら2000円以上なのね。
そう。ごめんなさい、ごめんなさい。じゃあ開けますね、もう。開けてください。ハサミで行こうか迷うな。いや、そこ早く行かないと、もうだってだいぶ終盤よ。封筒。ここまで見てる人なんか少ないから。この封筒のタイプだから、こう行くと、ああね。ぐちゃぐちゃなっちゃうけど、うん、ハサミだと閉じれなくなっちゃうんだよね、これ。うわ、迷うな。ラグいし、うん。迷うな。とりあえず。早くしてよ。全然ハサミでいいやろ。手で開けます。そっちなんや、迷ったけ。手で開けるんや。ハサミあんのに。とりあえず手で開けます。あんのに手で開けるんや。うわ。とりあえずな。ハサミで開けろよかった。うん。そうやろ。うわ。そりゃそうやろ。ミスった。手で開けるのが汚くなるからハサミってものが生まれたんやからね。綺麗に開けるためのハサミやからね。とりあえず1個いきますね、もう。それは後悔するよ。うん、開けてください。ミスター。1つ目。開けてください。もうずっと待ってるから、それ以外待ってないんだから。1つ目。言ってください。でん。どうですか。はい。どうですか。出ました。誰ですか。誰ですか。ありがとうございます。いや、おめでとうございます。誰ですか。CD の美女かな。CD の美女かな。誰ですか。九州。九、ね、みたいな。カットが9個あった、うん、CD の美女の一つかな。そうだね。うん、一つだよね。まあ、これ使えないけどね、コースター普通に。うん、うん。普通に。誰のコースターなんやろね。すっごい楽しみなんだけども。いい ?2 個目いって、うん。うん。よくないそれは。2個目。見せて !2 個目いきます。じゃあ。開封動画。じゃあ俺いらなくなっちゃうから。リマちゃんです。リマちゃんです。ありがとうございます。うわ、ラグくて見えなかったな。ちょうど見えなかった。あー、かわいい。あ、あったね、これ。あ、それで何、それコースターってことはそこに物を置くってこと？置けないでしょ、そんなの。ここに、なんかもう、うん、あれ置くんじゃない？では行きます。はい、お願いします。まあ、学習能力が高いんで、土虫という生物はハサミ使います。まあ、土虫という生物はね、生物学上ハサミ使えるからね、それは使うでしょうね。行きまーす。効果してますから。行きまーす。普通だったら1回目でハサミ使う。はい、行ってください。はい、お願いします。2個目ふてぃ。おい、はい、誰。おい、何。おい、何何何その顔。おい、え、何何何何、見て、どうしたの。見て、マクさんとか。すっご気になるわ。え、見てって、そんないいよ、マツに見せなくて。いちいちゃあ、俺引き強いかもしれない最近。どうしたのよ、引き強いの。誰なんだろう。うお、マヤテアン。マヤテアンでないですか。キモキモキモ、めちゃくちゃキモいわ。え、でも最近はマジでお前マヤちゃん引くな。なんかマヤちゃん来ました。やった。え、それ普通に欲しいわ。ダンボールで送るわ。大阪、ちょっと今コロナ危ないからさ、名古屋まで投げて。それ室伏広治か、お前。俺は室伏広治でも無理でしょ、お前。俺は室伏浩二か、お前。室伏浩二でも無理でしょって。はい、この二人が出ました。はい、はい、いいね、まやちゃん、リマちゃん。え、めっちゃいいやん。なんかどうしたら全室ね、それたかったけど、まあさすがにそれはきつかったね。2000円でしょ、だって1枚。ランダムだし、2000円以上で1枚だから、4000円買ったところで2枚もらえるわけじゃないからね。はい、あ、そういうこと。2005とじゃないってことね。そう、これ注意した方がいい、絶対に。そう、なるほどね。いいな。ええね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 え。それ材質とかは何なの。ええね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 えけど、このイヤホン、うん、ヘップ5みたいになってない。なってないです。イヤホンが色がオレンジだから、ヘップ5みたいにはなってないです。なってないか。なってないですよ。ええねえねえ。なってないです。ええねん、ええねんってやめて。材質はもうなんか、ええねん、ええねん、ええねんけど、どうしたどうしたどうした。ええねんけど、どうした。ここベイマックスみたいになってない。イヤホンベイマックスみたいになってない。何それ。いらないよそれは。耳ベイマックスになってない。なってないから。
はい。ごめんなさい。材質はね、材質はなんというかな、はい、それな、何でガム、ガムみたいな感じ、ガムみたいな感じかな、材質。そう違う、そう、そうなんや。うわ、なんて言ってるんだろ、これ。ガムでできてるんや。ガムでできてる。わかんない、材質は。わかんないなら、すぐ行って。あ、わかったわかった、あの、なに子供用のまな板みたいな、ペラペラの子供用のまな板。プラスチックですか、もしかしてなんですか。あるやん、もう。わかるやん、あのプラスチックですか。いや、プラスチックなんだけど、はい、あの感じ。プラスチックなんだけど、あの感じって感じ。セラミックみたいな。です。セラミックですか。知りません。まあ、ご想像にお任せしようか、それは。知らない単語でマウント取んないでください。やめてください。まあ、ギリ、ちょっと惜しかったけどな。ということで、今日はもうそんなに終わるか、じゃあ。終わりましょう。2個出たってことで。はい。そうだね。ということで、じゃあ、でもこれ最後まで見てくださった方々にお礼だけは言いたいです。言ってくださいよ、もうそんなことは当たり前のことですから。ということでね、この最後まで長々とご視聴いただきありがとうございました。